はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4、結構久しぶりにプレイしています。前回は、輝きの海に行って、バジルって人に会って、インスティチュートへの入り方を教えてもらったりというか、確認したりというか、それでまた別のクエストを依頼されたりしたんだけど、レベル上げをもう少ししたいというわけで、今回別のクエストをやっていくんですが、ちょうどよく DLC 第1弾の、オートマトロンが追加されたので、そのオートマトロンのクエストやっていこうか。サクッと調べてみたところ、内容はロボットのカスタマイズ要素を追加したり、あとロボット関連のクエストを少し追加するという、小規模の DLC らしくて、でゲームを始めた瞬間新しいクエストが増えて、それがこれ、キャラバンの救難信号を聞く。ピップボーイが救難信号を受信している。聞いて何を言ってるか確かめよう。これ多分ロボット関連のクエストだと思うから。で今ニック連れてるんだけど、コズワース連れてこうかな。それじゃあなんとなく、コズワースいた。コズワースよ。よう、コズワース。お供しましょうか、旦那様。久しぶりに行こうか。頼むよ。素晴らしい。そんなに謙虚にならなくてもいいんだぞ、コズワース。喜んで、ミスターバレンタイン。あ、別のコンパニオンと会話したりするんだ。今回もいくつかモッドを新しく導入してるんだけども、全部紹介してたらそれで動画が終わっちゃうので、説明は省略します。動画の説明欄の下の方に載っけておきます。あ、で、そうだ。聞いてみよう。ラジオ、これだね。これは緊急放送です。キャラバンが敵対的ロボットに攻撃されていて、援護を必要としている。場所はワットエレクトロニクスの東だ。周辺で助けてくれる人がいるなら今すぐ頼む。エイダ、このメッセージを繰り返せ。わかりました。ん、終わりかな。キャラバンを見つける。ロボットに攻撃されてる。場所はここか。キャラバンを見つける。キャラバンがロボットに襲撃されてるから助けてくれと言ってる。武器は大丈夫だね。久しぶりにショートレーザーマスケットを改造してあるから使おう。それじゃあ一旦近くのとこにファストトラベルしたいから、ここにファストトラベルしよう。地方事務所。さあ、やってきたが、誰かいるんだけど。違う。バッツ強化ピストルもあるから武器が出てこない。バッツ強化ピストル、リボルバーか。一撃だ。こっちも。ん？当たってない。ヒット。あ、強いな。で、いつの間にかね、レーザー銃全然使ってなかったら、とてつもなく弾溜まってるから、使いましょう。パークもうちょっと上げたら、これの倍の、一回リロードでマスケット銃、6発装填できるんだけど、まだパークアンロックしてないから使えないや。方角が？キャラバンの方角がこっちか。いや、今、レッドロケットトラックストップに、をしばらく自分の拠点として、アイテム保存だとかしてたんだけども、ダイヤモンドシティに住宅構えたから、そこに、受精してる。荷物をまだ運搬してる途中で、金属音するんだけど。ん？ロボットだ。あ、全然違うとこにレイダー。戦ってる。うわ、強ったね。サイバーメカアイボット。エイダー、これさっき、名前呼んでたな。敵ロボットを排除する。オッケー。うわ、ほら。おお、強い。リロード。コズワースも戦ってる。
ら硬いな。ほらコズバス倒した。ロボットだ。お、浮いてる。おっとっと、あとあいつか。硬い硬い硬い、戦ってる。どうした？ロボットに話しかける。エイダ？あ、ロボット？なんか結構レアもののアイテム持ってるな、このロボット。ちょっと回収しちゃおう。ロボット修理キットって、ね、今左上に説明出てたけど見てる余裕なかったな。これ誰か死んでんだけど、これジャクソン。ホロテープ持ってるけど、このロボットに話しかけようか。エイダ、友人たちは攻撃から生き延びられませんでした。ご協力ありがとうございます。自分もここまでかと覚悟しました。大丈夫？大丈夫か。物質的なダメージはわずかですが、友人を亡くしたことに悲しみと怒りを感じています。ロボットの発言としては奇妙かもしれませんが、彼らは家族でした。繰り返しあなたの尽力に感謝します。彼らも同様に感謝しているはずです。うん、何者だ。お前はどういうロボットだ。かなり改良されていますが、根本的にはアサルトロンです。私の名前はエイダ。あのロボットに攻撃されたのはこれで3回目です。ジャクソンが武器や検知能力をアップグレードしてくれたのに、彼らを守れませんでした。あ、ジャクソンって今そこにぶっ倒れてる人？てか死んでる。ジャクソンは何者？ジャクソンって誰だ。ジャクソンはこのキャラバンのリーダーでした。技術にとても詳しかったのです。いろいろな意味で私の製造者です。すべてのアップグレードを行ってくれました。残念ながらロボットから彼らを守るには不十分でした。ロボットについて教えろ。教えて。ロボットについて教えてくれ。彼らは秩序を回復すると主張して連邦をさまよっています。レイダーと戦うのも見ましたが、罪のない人々も攻撃しています。住民や商人、それにこのようなキャラバンを。連邦に残ればまた敵対的ロボットと遭遇する危険性があることは分かっていました。去る決断を下してさえいれば。なぜ残った？なぜ残ったんだ。私たちのキャラバンは機械の修理と交換が専門でした。連邦には仕事に役立つ回収品が豊富にあります。計算できた危険性でした。アサルトロンってことは、その辺の公共施設とかにいたあのプロテクトロンの人工知能が優れているようなロボットのガイダと。自分を責めてはいけない。自分を責めてはダメだ。攻撃の確率は高かったです。出発を強制すべきでした。償いとして友人たちのために正義を求め、あのロボットがさらなる被害を生むのを阻止します。信号源を暴いてメカニストと対決する時が来ました。メカニスト？アイボットの報酬から得た情報しかありません。 あの偽りの平和と正義の主張、唯一確実なのはあのロボットが死をもたらすだけということです。あなたは他者を助ける意思を見せました。どうかメカニストを止めるために協力してください。その代わりこの仕事用に追加の資源が得られるようロボット作業台を作るための設計図を渡します。ほう、ロボット作業台。復讐したいか。復讐したいんだろ。2つの目的があることは認めます。メカニストを止めれば連邦を守ることも、倒れた友達の仇を討つこともできます。脅威が去るまで休みません。彼らの借りを返さなくては。さて、最後にメカニストのロボット集団を見たのはゼネラルアトミックス工場です。そこでメカニストへつながる情報が得られるかもしれません。許可があれば同行してお手伝いします。同行してくれる。同行してくれるんだ。コズは連れてきた意味がない。そっか、じゃあ行こうか。ああ行こう、エイダ。ゼネラルアトミックスには貴重な回収品があります。ロボットがまだそこにいる可能性は高いです。オッケー、よし、コズワス帰ってもらおう。サンクチュアリに行ってて。
ゼネラルアトミックス工場って聞いたことあるな。最初のクエスト完了。エイダ。本当にロボットとの対戦するクエスト内容だ。ゼネラルアトミックス工場を調べる。の前にこのジャクソン、キャラバンのリーダーだった人のホロテープ拾ったから聞いてみるかな。ホロテープ。今日敵対的ロボットに遭遇した。あの作業台で作っていたようなつなぎ合わされたものだったぞ。奇妙なのは一台がメカニストについて喋っていたことだ。彼らが連邦を守りにやってきたとな。何が守るだ。巻くことができたが、あれは危険なロボットだ。シェイズと一緒に戻り、撃ち落とした腕を拾ってきた。このロボットを作っているのは専門家だ。おそらく私以上のな。防御のためにエイダとハーツのアップグレードを考えなくては。ん、ってことはメカニストという敵をメカニストが作っているってことか。まあ、メカニストっていうニュアンスのせいでちょっとややこしくなっちゃうけど、それじゃあゼネラルアトミックス工場ったら、これだ。サウスボストン警察署にファストトラベルできるからここに移動。さあやってきた。この警察署は以前ニックのホロテープ集めて来たな。バッチ？アップデートでこのスーパーミュータントだとかのこのミートバッグ、このすげえ見た目不気味なこの臓物が詰まってそうな、あのマイアラグ、あれがワークショップに登場してまさかのね拠点に置けるようになっちゃいましたっていうね。あんなの飾りたくないよ。さあレベルが上がった。おお、車動いた。と向こうだね。あ、スーパーミュータントもいる。ちょっと待てよ、レベルアップしたからどうしようかな。ガンハットあたりもうちょっと上げたいけど、じゃあガンナットだ。武器どんどん強化したいから、あ、でもレベル足りてないんだまだ。取っとこうかな。じゃあ、あ、こっちにしようかな。バッツ結構使うから、このミステリアスストレンジャーっていうパークを1段階上げてて、バッツの時に時々謎の人物が頻繁に現れて、このクリティカル成功率みたいなものがちょっと上がるんだけど、上がるというか、まあとにかくダメージを多めに与えることができます。エイダ、エイダ大丈夫か。エイダなかなか面白い動きするな。エイダなんか持ってんのか今。おい、何でしょう。お役に立てて嬉しいです。待って、なんかピッピッピッピ嫌な音してる。あ、来てる来てる。右腕吹っ飛びなさい。オッケー。で、ハウンドも来てる。うわ、ちょっと待て。で、こいつら倒しちゃおう先に。あ、硬いね、硬いね、硬いね。マスケット、あ、リロード。あ、硬い。パワフルピストルで、バッツで95だ。あ、強いわこれ。もう一体いるんだけど、もう一体いるんだけど、こっから、あー、数値高い。オッケー。そこにもか。腕、あ、一発でこんな減るんだ。リロード、全員やった。ハンドガン系統のパックもたくさん上げてるせいか、やたらハンドガン強いな。
でもミートバッグだらけだ。さてじゃあ、ここゼネラルアトミックス補助。あれ、名前が聞いたことあるのは気のせいだっただろうかって、なんかそこにグールがいるけど、無視して入ろう。さあ来た。待って、早速ロボットがいるな。武器はこのままでいいか。あ、爆発ピストルもあるしね。すげえ喋ってるけど。おお、結構いるよ。あー、見つかった。バツ、一発。回収3。あ、人造人間の次はロボットが来てる。あ、このリボルバーあれば何にも怖くないな。もう一回来てる。OK。多分この今一瞬左目に出たロボットがどうたらこうたらっていうのは、改造のモジュールみたいのが使えるように、この DLC によって使えるようになってるはずだから、コズワスの改造とかができるんだろうね。とりあえず今回はここをなんとか制圧しちゃいたいが、リロードして、さあ、いいものたくさん持ってるから根こそぎもらってこう。ロボット作業台で新しいモジュールが作れます。うん、あ、ここ会場だ。いい、ね、会場ってキンケイドのターミナル。誰だ、パーソナルログ、職務内容、誰かの記録。まだいるっぽいけど、はい、奥にもまだ2体いる。えい、もう1体強い、これ。ロードして下に降りて、こっちはなんだ、トイレ。うお、知ってる、バハウト、キャップあった。こっちもトイレ、骨になってる、薬物置いてある。こっちはぬかチェリーが置いてある。あ、ずっと喋ってるな。してるか。何、ここはもともと製造工場だったのか。ターミナルに、あ、ニックじゃないんだ今。ニックじゃないんだけど、あれ、お供のロボットどこ行った。うん、OK。 オープンザドア。の前に、こっちをもうちょっと。いた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 。あ、なんだなんだなんだ。回復の。エイダどこ行った。何に撃たれた今。エイダはどこへ行ったんでしょう。上登ろう。まだ1体目的があるんだけど、モジュールどんどん作成できるな。あっちなんかいる。うん、向こうか、向かいか。結構広いな。おお、
はい、ミニガン装備してる。完全にロボットに制圧されてるよ。あっちの重いね。ほう、このまま上の階から行けるか。向こうちょっと待ってよ、放射線がある。車内こっちから行くか。おお、あそこになんかいるんだよな。なんかずっと喋ってんだけど、撃ってきてるし。ターミナル、セキュリティはここではコントロールで、あ、オープン。はい、ストームボット破壊。あー、来てる来てる。おお、早い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 。あー、早い、痛い。あー、でも倒せそう。クリティカル。ん、ロボブレイン、メカニストの装置って入ってるけど、なんだこれ。え、これがずっと話してたの？これだ。エイダと話す弾がある。あんま作業台なんでちょっと放射線があるんだ。エイダ、なんか拾ってきたよ。ん？壊れたの、エイダ。ごめん、全然気づいてなかった。外で故障してた。おい。何かご用ですか？ロボットから何か回収しましたか？回収したよ。奇妙な装置。この奇妙な装置がついていた。見てみましょう。素晴らしい技術です。分析が正しければ。これは特殊なレーダービーコンです。破壊したロボブレインの追跡にメカニストが使っていたのでしょう。次の論理的段階として、このビーコンを有利に使うために私に設置する必要があります。エイダにつけるの？本気か？本当にいいのか？正しい確率は 78.3% に過ぎませんが、これが唯一の手がかりであるということを指摘します。細かいパーセンテージ。うん、安全を願う。安全なことを願おう。同感です。適切な設置にはロボット作業台の使用と私の存在が必要です。最大効率を維持するため、レーダービーコンの設置に成功するまでは一緒にいることを強く推奨します。 OK、 ロボット作業台を作る。すぐ近くにアイコンがある。アイコンがあるが、あ、全然近くじゃなかった。サンシャインタイディングズ。ここ以前動画外で来て制圧した居住地だ。まだ何も発展させてないけど。だけどなんかアサルトロンかなんかプロテクトロンかなんかがいたんだよな。ここにファストトラベル。さあ、暗いけどやってきた。ここね、ここもそのうちいずれ発展させたいけど。ほう、ワークショップにあるのか、これだね。今ちょっとこうなぜか英語になっちゃってるけど気にしないでください。というか繊維ガラスが足りないのでは。これ、繊維ガラスが1個足りない。どうしようかな。ちょっとどっかから探してこようかな。ちょっと買い物したりして探してこよう。ちょっとカットで。
にガラス集めてこれた。で、じゃあそれじゃあこれだね。なんかなかなかすごいもんだけど、これどこに置こう。これとりあえずどっかこの辺置けない。こんなが整理しよう。ここにとりあえず置くか。はい、エイダと話す。作ったよエイダ。おい、インベーダービーコンを設置する準備はいいですか。いいっすよ。いいけども大丈夫かな。違うロボットではダメか。お前じゃないとダメなのか。違うロボットに設置してもいいんだぞ。あなたが作るどんな新しいロボットと比べても私のメモリーの方がより多くの知識を含んでいます。ご心配はありがたいですが、この設置による害がないことは保証します。準備はよろしいですか。そうかい、コズワスもいるけども、じゃあやるか。時間だ、始めよう。よかった、設置は簡単です。私がロボット作業台に入ったらレーダービーコンを設置してください。あとはこちらでやります。はい、エイダにレーダービーコンを取り付ける。まずはエイダにこの中に入ってもらう。ん？あ、これでいいんだ。ボット選択、エイダ。ほう。あ、で、そうだ。特殊モジュールで、レーダービーコン。はい。ついた。じゃあ、これあれだ。コズワスも、いろいろこれで改造することができるんだ。ちょっと次回までにコズワス魔改造しようとしておこう、しておこうかな。レーダービーコンはつけた。大丈夫かい？大丈夫か？はい。はい、じゃなくて。お待ちください。改良は成功しました。新しいハードウェアを検知、ソフトウェアをアップデート中。設置完了です。メカニストのハードウェアを分析中。レーダービーコンは暗号化された強力な信号を受信していますが、発信源は確定できません。ここについてるやつのこと？メカニストは知っていると。ビーコンをいじってることをメカニストは知っていると思うか。こちらの位置の安全を確保し、信号が発する指令を遮断するよう、すでにフェイルセーフを追加してあります。残念ながらその一つが信号源を知るのに役立つはずです。手詰まり。くそ、じゃあ手詰まりだ。そうとは限りません。さらなる助けが得られれば信号を解読してメカニストの居場所を突き止められます。幸運にも連邦で同じ信号を受信している別のロボブレインを検知しました。ほう、また別のロボブレインがいる。他にもっといる。つまりメカニストが支配するロボブレインは破壊したものだけではないということか。そうです。そしてそれをうまく利用するのです。信号は複雑に暗号化されていますが解読は可能です。あと2個ビーコンが手に入れば解読ルーチンの拡大に必要なキーやアルゴリズムが得られます。じゃああと2体のブレインを倒す必要があるんだ。やりましょうか。よし、やろう。はい、始めましょう。ロボブレインの居場所をピップボーイにアップロードしています。気をつけてください。あのロボットは集団で移動するので激しい抵抗に遭う恐れがあります。 OK、 コズワスの改造もいいけど、このクエストを続ける間はエイダーと一緒に行動することになるから、エイダーを魔改造してもありだな。エイダーもちょっと試しにこれで魔改造しておこうかな。ヘッドハンティング、2つ目のレーダービーコンを回収する。これでまあメカニストをなんとかしてやるというか、まあ倒さないとね。それじゃあ、次回以降ももう少し、そんなに長くないクエストだとは聞いてるので、このオートマトロン、多分このオートマトロンっていう名前はオートマトンか何かからのネーミングから撮ってんだろうけど、オートマトロンクエストを継続して続けていきます。それじゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。